演奏になります。最後の出場校は京都府立茅谷高等学校です。京都府北部、なだらかな丹後の山々に囲まれたこの辺りは昔から茅谷と言われています。京都府立茅谷高校は昭和23年に開校しました。現在全校生徒数は500人余り。10年前と比べるとおよそ3分の2に減りました。しかし自由でのびのびとした校風は昔も今も変わりません。クラブ活動の盛んな茅谷高校の中でも厳しい練習で知られているのが合唱部です。あと緊迫感欲しいし、そこもそう。指導に熱が入る成茂先生は昭和39年に創設されたこの合唱部の一期生です。これまで28年間合唱部のレベルアップに努めてきました。合唱部はこれまで全国レベルのコンクールで何度もトップに輝くなど優秀な成績を残してきました。また清らかな歌声を聞きたいという地域の声に応えて30年間巡回演奏を続けています。現在部員の数は34人。コンクールには以前3年生を中心に出場していましたが、年々部員数が減る中、最近は1年生も多数参加するようになりました。そのため発声などの基本的な練習から始めなければなりません。ハンディを少しでもこう克服するために例年以上の、ね、練習を重ねてやってきました。お客さんに少しでもこう我々 の、 その合唱団のね、セットの気持ちというのが伝わればと思ってるんですけどね。それでまあ満足です。空の彼方に踊るか、厳しい練習の中から生まれた連帯感、それが茅谷高校の美しいハーモニーの原動力となっています。やっぱり入賞を目標にはしたいですけど、でもやっぱりいろんな学校、全国のいろんな学校から来られるじゃないですか。で、一緒の舞台で歌えるっていう、すごいそういうのも嬉しいし、はい。全国レベルの大会に出場するのはほとんどの部員にとって初めてのことです。
続いて自由曲